グラコロの夢話しちゃう。やっとこの季節がやってまいりましたね。グラコロ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 ー2回言えよ。あ、2回言うの。グラコローで2回目です。すげえ言わせんな。お笑いの知能すごい上がってるってことで、今日の曲は何ですかい。グラコロの闇。グラコロが発売しましたね。ちなみに私は食べたことがありません。同じく。でもさ、今回いろんなとこで一気にこのグラコロが出た瞬間、ババババババって出たよね。やばいよね、隠り出してる。ロッテリア、コメダ、そしてファミマ、セブン、ローソン。なんかグラコロってさ、マックじゃん絶対。うんうん、だからマックがグラコロを出すことによって、じゃあ同じのパクって出そうってなるとさ、コンビニでも似てるのあったら買うじゃん、うん、そういう効果だよね。ダサ。ダサくね。ヒカキンがこの企画やったらその真似すればおすすめに乗るからやるよっていう、この YouTube の闇。よしよしよし。え、じゃあ闇は最後に言うの。あ、そうだね。グラコロにはね、闇がすごい深いから最後に言うわ。じゃあ最初は一闇言おうぜ。グラタンコロッケバーガー、そのまま。コンビニ代表。じゃあ開けて比べっか。え、ちっちゃくね。まあでも本物はなんかね、しっとり感あんのか。え、こんな握り拳ぐらい。ちっちゃ、画面で見るとよりちっちゃい、多分マカロンぐらい。ほんとだ。すげえ下手くそなやつが作ったマカロン。え、待って、これセブンね。セブンの方がちょっと強そう。うん、でかいしね。やっぱマックの方が詰まってんの。え、なんかかまぼこみたいな。そう、かまぼこの闇だよ、それ。とりあえず本物食ってみ。クリームが濃厚。グラタンのエビの味。逆にさ、コンビニの方がみんな興味持ってる。パンにコロッケだけ、これは。でさ、私さ、一つさ、裏技言っていい？どうぞ。この卵ソースがすごい美味しくて有名らしいのね、グラコロって。それにポテトをつけるとくそうまいらしい。ほんまや。私これがやりたくて、このね、卵ソースが毎回増量無料無料で多くしてくれるっていうのを聞いたから、カッチにさ、増量で買ってきてって頼んだんだよね。ソースを増量できるってなんか知ってたから、うん、すいません、グラコロのセット、これこれこれ、ソース増量してくださいって言ったら、2店舗ぐらい空いて、無理です。かわいそう。勇気を振り絞ってこの T シャツで行ったんだよ。めっちゃ食いてえじゃん。そう、すげえ恥ずかしかった。で、調べたら2023年もう今年からつい最近しかも無理になったらしい。言え。え、じゃあそろそろグラコロの夢話しちゃう。毎年ね、この季節になるとね、盛り上がるんですよ、この話題で。グラコロってさ、まあパンにコロッケ挟まってて、いろんな具材が食べれていいなって思うやん。闇なんです、それは。すべて中身に小麦粉が詰まっているグルテン爆弾なんです。ぬんぬん。よっしゃ、パンは小麦粉なの分かる。あ、それはバカでも分かる。コロッケは何をつけてあげる？衣。そう、パン粉。え、じゃあ中身の白いのは？マカロニが入ってるでしょ。うん、小麦粉で、ホワイトソース、小麦粉。あ、じゃあこれは小麦粉が小麦粉を挟んだ小麦粉バーガーってこと？うん。それでもさ、買って食べちゃうのがさ、人間だよね。最近日本の人さ、肥満が増えてるってニュースで、ね、やってたね。こういうのは1週間に1回とかにしといた方がいいよ。今ね、健康貯金っていうの流行ってるんで、うん、そう、しっかりやってください。ねえ、健康ってさ、健康で痛いって思ってすぐにできるもんじゃないもんね。日本でさ、1個がちっちゃいじゃん、やっぱり。でもね、過剰放送が多いんだって。何それ、過剰放送、なんか怖い犯罪の言葉みたい。飴もさ、袋開けんじゃん、そしたら一つ一つ袋に詰まれてるでしょ。もうそれが過剰放送。みんな包みまくってんの。ゴミが増えて環境に悪い。食べず健康貯金しろよ。ごめんね。ああ、もう閉めたくなってきた。閉めます。ということで、また闇暴いてくれよって思った方はチャンネル登録。
マックの裏レシピもっと知ってるよって人はグッドボタンを押してコメントで教えてね。新しいパターンくんの。早く閉めろよ。難しくない。ってことで、あ、今日もありがとうございましたでしょ。ってことで今日もありがとうございました。せーの、ゴーデイ。ねえねえ、マックのさ、このマークってさ、マクドナルドの M じゃないの知ってる？知ってるよ。何？ M サイズの M。 違う、S サイズもこれ書いてあるじゃん。あー、そっか。あの看板どうすんね、看板。え、なんの逆に。内緒。一番もやっと完全に、うん。